ギジム・セルマーには、オランダの総合格闘家であり、プロレスラー。北ホラント州、ハウゼン出身のアルバニア系オランダ人。現在は、アメリカ合衆国のプロレス団体である、WWE に、レーザーのリングネームで所属。兄である、エグゾン・セルマーにも総合格闘家である。幼少期、4歳児より柔道をはじめ、12歳から、キックボクシング。 15歳になり総合格闘技を始める。兄であるエグゾンと共に、オランダの名門ジムであるゴールデングローリーに入門し、トレーニングを開始。2012年、ショーリン、リュウヤ・ショート・ホラントといったアマチュアイベントに出場して、連勝を飾る。2012年11月24日、クラッシュチャンピオンズ・バトル・フィールド、ロード・ツヨ・グローリーにて、プロ格闘家として初デビューを果たす。 あな通りマクと対戦して、殴り合いを展開。にある終了後、チウマクが疲労によるダメージを理由にギブアップを宣言。プロ初勝利を飾った。2013年11月9日、ボスニアファイトチャンピオンシップ1にて、マリオ・ミロサブリエビッチと対戦。試合開始と同時にラッシュを仕掛けると、体格差を生かして、上からミロサブリエビッチの首を捉え。 ギロチンチョークを決めて持ち上げると、コーナーへ押し込んで一気に締め上げ勝利。2013年12月13日、フィナールファイトチャンピオンシップ12でトマシュ・シモニッチと対戦。試合開始と同時に、パンチの連打から足を抱えて、テイクダウンに成功。ロープ際で降着し、リング中央に戻されて試合を再開すると速攻で、片方目を仕掛け勝利。2014年4月5日、 バンマ15にて後に、イグフで活躍するオリー・トンプソンと対戦。試合を開始して、金網側まで詰めると飛び膝蹴りを決め、ひるんだ、トンプソンの首を捉えると、ギロチンチョークを極めてわずか18秒で、秒殺勝利を飾った。2014年10月24日、ベラトル1 3にて、ダニエル・ガレモアと対戦。ニアールに、パンチの連打を浴びて敗戦。 NXT2015 年5月、アメリカ合衆国のプロレス団体である WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。育成施設である WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。10月29日、WWE の参加団体である NXT の NXT ライブにて、サニー・ディンサ、ラブプリートんがと共に登場し、セグメントを行った。 2016年1月30日、NXT ライブにて、ジョシュウッズを相手にデビューマッチを行う。最後に丸め込まれると3カウントを奪われ敗戦した。2月、サニー・ディンサとオーサーズ・オブ・ペイになる、タッグチームを結成。同月12日、NXT ライブにて、ディンサと組んで、ハイプ・ブローズと対戦するが敗戦。6月8日、NXT ・テイク・オーバー・ザ・エンドにて、 ザリバイバル VS アメリカンアルファの NXT タッグ王座戦の試合後、敗戦したアメリカンアルファに対して、リンサと共に乱入して襲撃。バックステージより、ポールエラリングが現れると観客からの不安レ言うちゃんとが起こる中で3人で悠然と並び立ちアピールしてみせた。8月24日、NXT にて、リングネームをレーザーに変更。TM61 と対戦。 最後に合体技を決めて勝利した。10月5日、NXT にて開始した、ダスティローデスタックトーナメントクラシックに出場。順当に勝ち進み、11月19日、テイクオーバートロントにて決勝で、TM61 と対戦。エラリングが介入しないように、ケージボックスに入れられ、空中へと連らされ試合を開始すると場外での攻防へと展開。 TM61 の合体技に苦しむが最後にアカムがシェーンソーにスパインバスターで倒しラストチャプターへとつなげて勝利優勝を飾った2017年1月28日テイクオーバーサンアントニオにて NXT 王座を保持する DIY に挑戦関節技と合体技を駆使する DIY に苦戦し終盤にはアカムはチャンパのアームバー自身は ガルガノのガルガノエスケープを極められ、窮地に陥るが、ガルガノを無理やり持ち上げると、チャンパに落とし難を逃れる。最後に、チャンパにラストチャプターを決めて勝利。ベルトをダッシュした。WWE2018 年4月9日、WWE、ER、RAW にて、オーサーズ・オブ・ペインとして昇格。スレーターライノと対戦。試合開始直後に、 スレーターを攻めると最後にラストチャプターを決めて、秒殺勝利。試合後、共に引き上げようとしたエラリングを制止すると二人で、勝ち名乗りを上げた。11月5日、RAW にて、WWE ロータグ王者であるセスロリンズが、パートナーであるディーン・アンブローズとタッグを解消した、ことになり、第 2GM であるバロン・コービンより、ハンディキャップマッチでの王座戦の相手として、 指名を受け挑戦。抗うロリンズに対して終盤にパワーボムを決めると、最後に合体式となる、ネックブリーカーとシットアウトパワーボムへとつなげて勝利。ベルトをダッシュした。ありがとうございます。